体が軽い。そういえば、ありがとう、いただくよ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。クリームラテってふわふわして見た目も可愛いし、味も美味しいし、最強だよね。俺もこれ好きでさ、飲むたびにエスプレッソマシン欲しくなって買おうか悩むんだよな。いいじゃん、買っちゃえば。そう思ってこの間電気屋に行ったんだ。そしたらやっぱいいやつがたくさんあるんだよ。まあそうでしょうね。で、当然値段相応に立派になっていって機能も増えていくんだ。抽出温度も細かく調整できたり、自動で洗浄してくれたりとか。へえ、洗ってくれるのもあるんだ。そんな感じでな、少しずつ高い方へ目移りしていって、気づいたら一番端っこの最上位モデルを買う直前までになってな。それいくら？30万。高っ。なんちゃん、そんなの買えるの？いや、5000円握りしめていっただけだから全く太刀打ちできなかった。ただの冷やかしじゃないの。そんな感じでいつも悩んではいるんだが、金がなくて買えないんだよな。でもこうやってみんなで飲むクリームラテが一番うまいから俺は満足だぜ。ツッコミどころしかない話の後で無理やりいい感じに持っていったわね。
ごちそうさま。ありがとうございました。いつでも戦えるぞ。平然じゃねえよ、クソが。楽しませてもらおうか。やってやろうぜ。調子がいいんぞ、私は。相手してやる。調子出てきたぞ。ここは任せて。思い出せ。いい感じ。この間検証でスニーカーが当たったんです。奇跡的にサイズもぴったりで。検証ってちゃんと当たるんだな。私もちょっと驚きましたけど、ここで運使っちゃったかも。いつもはヒールの高い靴が多いからスニーカーが新鮮で。なるほど、そういう感覚は俺にはなかったな。ほんと、もうどこまでも歩けそうでいいですよ。俺も革靴が多いからスニーカーにしたら気持ちがわかるかもな。今度みんなでスニーカー履いてウォーキングしましょうよ。きっと北海道から沖縄まで歩きたくなりますよ。本当にそれやったら北海道を出る前に靴がやられるな。よし、よくわかってきた。いらっしゃいませ。ありがとうございました。こんなことあったな。
思い出せ。あそこに開けてみるか。開いた。気が甘いな。しつけの時間。自販機で何か買ってく？ビタミン系のドリンクでも飲んで気合い入れたらどうだ？それもいいな。日本行ってみるか。大人だし。大人関係ある？いや、ああいうのって量少ないじゃん。一度満足するまでたくさん飲みたいって夢があったのを思い出した。ささやかな夢ね。今こそ叶える時か。別に止めはしねえが進めもしないぜ。俺も何本も栄養ドリンク飲んだことあったが、うまいのは最初だけだった。3本目くらいからは辛くなってな。1本がちょうどいいことを知った。それが大人になるってことなんすね。よっしゃ飲むか。この流れで飲むの？すごい速さで何本も流し込んで吐いてるな。やっぱ1本でいいな。大人の階段登ったな。やってること一つも大人っぽくないけど。
開けてみるか。やったぜ。この花を散る。いつでも行けるよ。楽しみです。私の番。行くぜ。来ないで。手伝うぞ。どうしよっかな。で。出番が来たな。さあ、来なさい。
街道ってなんかいい名前だよね。そういう由来だったりするのかな。そうみたいだな。ここはもともと馬車が往来する道だったらしい。へえ、私結構馬好きなんだよね。乗ってこの道駆け抜けたいな。え、馬で行動って走っていいのか。軽車両扱いだから道交法を守れば今のところ問題はないらしいな。チャリと同じ扱いなのか。まあ、あとはサイコがどのくらい乗りこなせるかだがな。サッちゃんって乗馬できんの。もうポニーくらいなら。それなら俺でもできるわ。サラブレッド的なの想像してたぜ。サラブレッドでも軽車両扱いなら二段階右折とかするのかな。二段階右折するサラブレッドは少し見てみたい気もする。サッちゃんが乗りこなせるようになれば見られるぜ。頑張れ。まずサラブレッドってどうすれば手に入るの。いつでも戦えるぞ。フリマアプリから通知だ。値引きしてほしい子。なんだ、値切られてるのか。そうなんです。もう使わないものだし、ちょっとくらいならって、これじゃ半額じゃないの。ずうずうしいなこいつ。断るのか。送料も考えると赤字になっちゃうしな。そうだ、キリュウさん買いません。キリュウさんなら半額でいいですよ。おう、何を売ってるんだ。美顔器です。いい感じだ。絆が深まったぜ。思い出す。何見てんすか。調子乗ってんじゃねえ。さて始めよう。やるか。どうしよっかな。どうしたかね。
欲しい。ソンヒのネイル綺麗よね。自分でやってるの？サロンでやってもらうことが多いが、自分でもそれなりにやっているぞ。サエコにもやってやろうか。いいの？てか教えてほしい。下地処理とか結構難しくて。下地処理？マニキュアってただ塗るだけじゃないんだな。まあな、綺麗に塗るために準備を怠るわけにはいかんからな。爪を削って形を整えたり、甘皮を取ったり、ベースジェルを塗ったり。へえ。あ、なんかそれってプラモデルみたいだな。え？パーツをヤスリで削ってゲート処理で、サーフェイサーで下地塗装。これをやることで仕上がりが段違いに変わるんだよ、ロボの。なるほどな。俺もポケサーを作った時にやったぜ。あの作業は楽しいもんだった。俺らネイルの素質ありそうですね。サッチャの爪にもやってやろうか。私の爪、ロボみたいになんの嫌なんだけど。偉そうっすね。ふかしてんじゃねえぞ。やってやろうぜ。やるか。俺の番か。頑張りますか。私の番。私の番。かかってこい。どうしよっかな。出番が来たな。よし、やる。俺の番か。東京だけは買ってやるよ。よし。前にこの店で食べたフランス料理うまかったな。金持ちはいつもああいうもん食ってるのかね。なんだ、羨ましいのか。まあ羨ましいかと言われたらそうよね。あればっかりだとさすがに太っちゃいそうだけど。まあ実際羨ましいけどさ、別に悲願じゃいないぜ。前に知り合いのおっさんが言ってた金言が俺の胸に刻まれてるからな。金言？金持ちが納めた税金で俺は保証を受けてるから、実質俺の勝利ってな。おお、マジで感銘を受けたぜ。受けるな。
問題ない。エモいぜ。こっちこっち。よう、サエコ。一緒に飲んでもいいか？ええ、もちろんです。キリュウさんのために隣を開けておいたんですよ。病人があまり飲みすぎないよう見張ってなきゃいけないですし。そうか。なら話は早い。ちょっと聞きたいんですけど、キリュウさんは女性にアプローチするとき結構マメに気を使うタイプですか？そうだな。自分が照れくさくならねえ程度には気使ってたはずだ。花束を送ったりしたことはありました？そいつは俺の柄じゃないんだな。自分でやった記憶はないが、洒落てるとは思うぜ。人の部屋をバラの花で埋めてやろうってくらい毎日送ってくる男っていたらすごくないですか？お金もかかるし。そんな男はドラマの中にしかいない。少なくとも俺の周りじゃ聞いたことがねえ。結構意外かも。バブルの世代なら普通なんだと思ってました。ホストが客商売でやったりはしていたかもな。だがあれもある意味演出のあるドラマだろう。でこのバラの話は何につながるんだ？実際にそういう男がお前の前に現れたとか。よくわかりましたね。ええ、実はそうなんです。そいつはなかなか芝居がかった男だな。一体どういうやつなんだ？最近偉人町で起業した経営コンサルの社長さん。まだ若くて確か私の一個上です。
最初にお店に来てくれた後、同伴のご指名をもらって少しデートしたんです。それからは毎日のように花を送ってくるんです。大量のバラをお店にも私の部屋にも。まあ悪い気はしないですよ。それを迷惑って言ったら私嫌なやつですよね。さあな、そいつは最近の話か。そうですね、ここ1ヶ月くらい。向こうはえらくお前にご執心だな。確かに金はかかってんな。しかも言葉の端々に結婚とか将来とか事あるごとに織り交ぜてきます。前に話してた店で結婚をちらつかせる客ってのはその社長だったってわけか。はい、彼デートの段取りはいいし女の扱いはすごく上手なんです。細かく気を使ってくれて話題も幅広くて面白いから女の子によってはイチコロかも。お前も社長のことをまんざらでもねえと思ってるみてえだ。どうなのかな。でもそういえば、一番もハワイでよろしくやってたみたいですね。千歳ちゃんって若い子と。お、おう、まあそうだったかもな。彼女どんな子です？大量のバラをもらっても動じない女だ。少なくとも金になびいたりはしない。お金持ちなんですよね。聞いてます、富士宮家のご令嬢とかって。そういう子から見ると一番なんかは新鮮に見えるかもしれませんね。それはあるかもな。あとはもちろんいい子だ。一番はその千歳ちゃんにすっぱだかに向かれて放り出されたんでしょ。いくらなんでも油断しすぎじゃないですか。確かにな。だいたいお母さんと会うためにハワイまで行ってんだからしっかりしなさいよって思っちゃう。だがそうは言ってもあいつは色仕掛けじゃなく単に酒の中に一服盛られただけだ。しかも最初は茜さんの家政婦だと聞かされてたし、ハワイに敵がいるとも思ってなかった。油断はしてたろうが、そう責めてやるな。ふーん、キリュウさんは一番の肩を持つんですね。相変わらずあいつは人たらしというか、なんというか。ほっとけなくはなるよな。ええ、それはよくわかりますね。あいつは誰に対しても明けっぴろげだ。何も特別な目で千歳を見ていたわけじゃねえってことならお前も安心か。え、別に私は一番が若い子と仲良くしたって微笑ましく感じるだけですよ。そうか、じゃあそういうことにしとくさ。なんか嫌ですよその含み笑い。もうあったまきた。さあこうなったらどんどん飲んでもらいますよ。年上の余裕か知らないけど落ち着き払っちゃってムカつく。今日は私が桐生さんのこと裸に向きましょうか。ああ一応ら病人なんだ。一つお手柔らかに頼むぜ。
だからその薄笑いは何なんすか。もう隣空いてるか、ソンヒ。え、あ、ああ、もちろん。見ての通りだ。どうかしたか？なんだか浮かねえ顔してんな。いや、なんてことないんだ。キルさんは気にしなくていい。わかった。じゃあ、そのなんてことないことを話したくなるまで気長に待たせてもらうさ。そう来るか。まったく叶わんな。なるほど。じゃあ幹部の良きおじさんたちがあんたの目を盗んで不穏な動きを。ああ、最近特にコミジュルの若手たちから苦情というか困っていると声が上がってる。おじさんたちは私の前では従順なんだがな、何かあるとすぐ若い者に当たり散らすらしい。まったく、何か私に異論があるなら面と向かって言えばいいものを。自分より経験や年が上だったりする部下は取り扱いが難しいな。コミジュルの女王も人知れず苦労してるわけか。たあいもない話だし、これは私だけの問題だ。キリュウさんが気にするような話じゃない。その幹部たちは俺と年代も近い連中だったろ。何か力になれるかもしれない。よしてくれ。これ以上身内の恥をさらすようなことはしない。俺たちはもう仲間だ。水臭いんじゃねえのか。いつまで客人扱いする気でいるんだ。私がこの町の顔役である限りはずっとだよ。あなたが私を仲間と呼んでくれるのはありがたいがね。いや、ありがたいどころではないな。はっきり言って天にも昇るような。ん？なんだって？最後の方がよく聞き取れなかった。なんでもない。とにかく気持ちだけいただいておくということだ。客人であると同時に桐生さんは病人でもある。まずは自分のことに専念するんだね。耳が痛えな。以前はこの偉人町で3つの組織が目を光らせていた。コミジュル、ハンピン・リューマン、青龍会だ。表向きは3組の抗争を重ねながら、実は外部勢力が入らないよう守りを固めていた。その頃に比べると最近の偉人町は平和が続いた反動で少し緩んでいるのかもな。それは私にもどうしようもない。しかしそこを桐生さんに心配されるのは私のメンツに関わるんだ。分かったよ。そうまで言われちゃこれ以上口出しできないな。なんだか絡み酒になってしまった。すまない、こんなつもりじゃなかったんだが。いや、いいさ。ああ、私の立場でこんなこと言ったら僭越でしょうが。ん？私は以前より今の偉人町の方が好きですよ。コミジュルの方々もだいぶ社交的になりましたしね。ああ、そうだな。組織の全員ではないが、町の住人に挨拶をする者も出てきたらしい。コミジュルといや、まず表には出ない秘密組織ってイメージだったもんだがな。登場会も近江連合もない今、近場に敵対組織はない。つかの間かもしれないが、平和を楽しんでいるんだ。なるほどな。
ありがとうマスター。私も今の偉人帳は嫌いじゃない。そうそう。以前ここに通ってくれていたコミジュルの方がこんなものを私にくれましてね。これはうちのメンバーが被っている仮面だな。韓国の伝統芸能で使うのをコピーしたんだ。どうしても必要な汚れ仕事をやるときはそいつで顔を隠していた。ええ。ですがこれの持ち主はもう長いこと仮面を被ってなかったそうです。その後結婚することになり、この町に根を下ろすべく組織からは円満に足を洗わせてもらったと。この仮面はこれから仇になるということで店に置いていってくれたんです。確かに大きく様変わりしているようだな、コミジュルは。いや、だからといって部外者にその仮面を渡すとはな。けしからん。少し引き締めた方がいいのだろうか。多めに見てやってもいいんじゃないか。結婚するその部下へのご祝儀代わりに。まああなたがそう言うなら特別だ。今は桐生さんと飲む時間を優先しよう。ほっとしました。危うく私の告げ口で大変なことになるところでしたね。やはり桐生さんと飲む酒はうまいな。それは俺もだ。俺は死んだ身だからな。またこんな風に飲めるなんて思わなかった。だからこそこの一杯一杯がうまく感じる。一緒に飲める友人がいればこそだ。友人？私のことはそう呼んでくれるのか。ああ、俺の一人相撲でなきゃいいがな。まさか。光栄だね。よう、やってるな。どうも。ちょうどよかった、桐生さん。よかったら聞いてほしい話があるんです。どうかしたのか。前の職場にいたみやびちゃんって子のことを覚えてます？ちょっとドジな子で。ああ。お前の送別会で泣いてくれたって子だよな。あの子がどうかしたのか。ついさっき、そのみやびちゃんから電話がかかってきたんです。俺が職場をクビになったことについて、今日会社から職場のみんなに事情説明があったって言うんですよ。ずいぶん今更だが、どんな説明だったんだ？それがですね、過去に起こした俺の不祥事が原因だってんです。過去の不祥事？俺は昔看護師やってた頃に病院の薬を盗んで横流ししたってことになってるんです。薬の横流しか。いや、お前に限ってそんな真似はしねえはずだ。え？あ、そっか。言わずとも分かってくれますか、桐生さん。それくらいは分かるさ。ええ、そうです。薬盗んで横流ししたのは別の人間なんですが、それについちゃ俺の中で肩はついてます。俺はその話を検品の仕事に就く前にあらかじめ会社に伝えてました。その上で2年も働かせてくれてたのに、今さらそれを理由に契約を打ち切ったってことになります。ずいぶん妙な話だな。ええ、俺はてっきりネットで炎上した一番のダチだからクビになったんだと思ってました。
会社としてはいくらでも買いの利く俺をリスクを冒してまで雇う理由はないわけですし、で会社は俺の元同僚たちにも素直にそう説明すりゃいい。だが会社はそうはしなかった。実は会社がお前をクビにしたのには第三の理由があったのかもな。第三の理由？そもそも春日の動画が炎上したところで会社がお前をクビにするほどのこととは思えねえ。お前は倉庫で検品する作業員で客の前に出るわけでもなかったんだろう。ええ、確かにネットで炎上した人のダチがみんな会社をクビになるっていうなら世の中ろくに働きやしませんね。俺がクビにされた本当の理由か。何か思い当たることはあるか。いや、でもこのままで済ませちゃいけねえって気がします。とっくにクビになってんだし、くだらねえって思われるかもしれませんが、くだらなくなんかねえさ。納得のあるなしじゃ寝つきが違う。ええ、そうなんですよ。このままじゃモヤモヤして寝れやしね。ああ、それでこれからどうする？ちょっと考えてみます。すいません、桐生さんもいろいろ大変なのに。いいさ、こういうのはお互い様だ。そう言ってもらえると気が楽になります。また相談に乗ってもらえますか？一番のやつがいねえと俺はどうにも頼りなくて。話を聞くだけで大したことはできねえかな。とんでもねえ。話を聞いてもらえるだけでありがたいです。ようナンバー、隣空いてるみたいだな。ええ、もちろんです。例の件、何か進展はあったのか？覚えてくれてましたか。実は俺、例のドジっ子みやびちゃんに誘われて二人で飲んできたんです。よかったな。若い二人に幸あれと願っておくよ。残念ながらそういう話じゃないんです。じゃあ首の件について何か話があったってことか？彼女からは気になる話があるって誘われたんです。何でも俺が会社を首にされた理由に思い当たる節があるって。ほう。彼女ね、実はもともとお偉いさんの秘書だったんです。それが会社の事例で急に検品作業の現場に回されて慣れない仕事を強いられたそうでして、だからだったんですね。俺のいる現場に回された時には失敗続きでドジっ子扱いになっちまってた。お前だけじゃなく彼女も会社に振り回されてたってことか？ええ、そんでここからがさらに重要なんですが、俺の首も彼女の移動も同じ人間が絡んでたんです。この件の黒幕ってことか？ちょいと大げさですけどそういうことです。そいつはみやびちゃんが秘書についてたある重役だったんです。ほら見てくださいよ、これ会社のホームページに顔が出るほど偉いやつで、こいつが相当のセクハラ野郎で秘書だったみやびちゃんに愛人になるよう迫ってた。でも彼女はなびかない。で会社にその役員からセクハラを受けていると訴えたそうです。毅然としてるじゃねえか。ねえ、
全くその通りで、その後会社はセクハラ役員を処分しました。でもそれは減俸数ヶ月とか申し訳程度の罰でしかなかった。ここから役員の仕返しが始まるんです。どういうことだ。間もなくみやびちゃんは秘書の仕事を取り上げられて、例の検品作業に異動を命じられたんです。表向きは会社を取り巻く景気や情勢に合わせた通常の人事異動というふうに説明されました。そして俺のいた現場へ回されてきたわけですが、もちろん野郎の報復人事だったに決まってます。表面上役員のセクハラにはもう処分が下ってる。彼女としてもこれ以上は声を上げづらいのか。ええ。でセクハラ役員はみやびちゃんが検品の現場に来てからもちょくちょく彼女のことを覗きに来てたそうです。そんである時、俺が彼女に優しくしてもらってるのを目撃したみたいで、その役員相当嫉妬深いやつらしくて、それだけのことで俺を追い出すことにしたってんです。これが会社が俺をクビにした本当の理由。この間桐生さんが言ってた第三の理由だったんです。仇の会社も結構ドロドロしてやがんな。そんな裏があったとは。それでそのセクハラ役員ってやつは、お前がクビになった後はどうしてるんだ。実はですね、案の定というかなんというか、最近またみやびちゃんにつきまといだしたそうです。ずいぶんとやりたい放題だな。まったくその通りで。それでお前はこの話を聞いてどうするつもりだ。桐生さんはどう思います。この後俺はどうするべきなんすかね。自分がどうすべきかは自分の心の声に従うといい。お前にはもう心に決まってることがあるんだろう。少なくともこのまま何もせずに前の職場のことを全部忘れるわけにはいかねえ。モヤモヤしたもんに白黒はっきりつけたいと、そう思います。まあでも桐生さんに話したら少し自分の頭の中が整理できた気がします。そうか、役に立てたんなら何よりだ。いつも話聞いてもらって感謝してますよ。やっぱり持つべきは飲み友達ですね。ならそろそろ酒で乾杯したいな。それはおいおいってことで。
潰してもいいかな。やるか。成長ってな。素直に喜んでおくか。前方確認よし。買ってやるよ。レッツゴー。立てめ。エージェンじゃねえよ、すげここ、俺のお気に入りの場所なんです。まあ、普通の人からしたらドブ川の端なんでしょうけど。そうなのか。まあ、こういう何気ない場所ほど誰かの大事な場所だったりするもんだ。この橋から川を流れてくゴミを見るのが俺好きなんですよね。悩んでいたり、嫌なことがあっても無関係に時は過ぎる。くよくよしてても仕方ねって教えてくれる気がして、また前を向けるようになるんです。なるほどな。諸行無常ってやつか。ドブ川に襲われとはナンバらしいな。どういう意味っすか。ったく、ハワイやらいろいろ行きましたけど、ここが好きなんすよ。一番と初めて会ったのもこの近くでしたし、だからなんとなくここで桐生さんとも話したくなっちゃって。ナンバー、今度はいつか俺の好きな場所を案内させてくれ。桐生さんの好きな場所ですか。そりゃ興味ありますね。どこだってお供しますよ。言ったな。
どこに連れて行かれても文句言うんじゃねえぞ。どんなとこに連れてく気ですか？でもまあ楽しみにしてますよ。まあ、そうだ、せっかくですしここで写真でも撮りませんか？お近づき記念ってことで。なんとも今更な記念だな。でもいいぜ、撮るか。ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね、桐生さん。おう、難波もな、頼りにしてるぜ。体調万全だぜ。顔ですね、ぶっ飛ばしちゃおう。やってやろうぜ。私の番だ。脇が甘いな。しつけの時間。俺の番か。取りや。出番が来たな。あだめ。ビビってんの。私の番。相手してやる。ムルムル。だね。やる。さっさと来い。見たかよ、こんなもんだ。よし。頑張りますか。
私の番。海が出てきたぜ。まだまだ強くなれそうだ。いい感じ。まだまだ余裕だぜ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。俺マジでたこ焼き好きなんだよね。いただきまーす。ちょっと大丈夫？もっと落ち着いて食べなよ。いやー、目の前のたこ焼きにテンション上がって猫舌なの忘れてたぜ。ここのたこ焼きは中がトロッとしてるから、外が多少冷めても中は熱々だ。それがいいのよね。外側のカリッからのトロッって感覚ほんと好き。わがわがほんかほんかのほが飲み込んでから話せ猫舌。うっとしっけついつい止まらなくてな。しかしよ、このたこ焼き食った後にハイボールグイッていくってのはこれまさに至福の時間だな。ああ、酒が進むんだよな。止まらなくなるって難波の気持ちもわかるぜ。他のトッピングとの相性もいいからいろいろ試したいのよね。ソンヒはおすすめある？へへ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 へ。ごめん、ソンヒも猫舌だったのね。ごちそうさま。ありがとうございました。
どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。これが青龍会の。ああ、新しい支部だ。そしてここはかつての東城会本部施設だった。大解散の後ずっと無人でいたわけか。それを今になって青龍会が。偉人町以外にここが必要なほど連中は組員を増やしている。話には聞いていたが、実際この目で見るとやはり青龍会の動きは穏やかじゃないね。キリュウさん、この場所に東城会以外の者が我が物顔でいる。そんな光景を見る日が来るとはな。行こう。遠くから見ていたって沢城や海老名と話せるわけじゃない。キリュウさん、あんたはあまり目立っちゃまずい。もし素性がバレたら面倒だろう。ああ、そういや、ソンヒムか。よっしゃ、俺が行ってくる。どうも、俺は難波ってもんで、沢城さん、こちらにいらっしゃいますよね。何かご用で？いや、俺はその、沢城さんと古い知り合いっつうか、この間ハワイまでの旅費も出してもらったんで、ご挨拶したいなと。特にお約束いただいておりませんので、お引き取りを。まあそう言わないで、ちょっと話がしたいだけなんですって。俺たち沢城さんに聞かなきゃならんことがあるんです。お通しできません。理由はさっき言った通りです。なんだよもう。じゃあ海老名さんに言ってもらえませんかね。若頭の、俺は海老名さんともこの間話してますから、伝えてもらえれば分かりますって。ダメだっつってんだろ。ぶっ殺されてえのかおっさん。青龍会若頭補佐の楢崎と申します。何か行き違いがあったようで大変失礼いたしました。話せそうなのが出てきたな。海老名の頭より客人として案内するよう言いつかりました。お名前の詮索も不要とのこと。楢崎さんがわざわざこいつらを。若いのは物を知らん。しかしここまでとは思っていませんでした。まさかあなたの顔も知らんとは。改めてご無礼をお詫びします。沢城と話がして。どこにいる？